ヨハン・シュトラウス1世は、オーストリア帝国のウィーンを中心に活躍した、作曲家、指揮者、バイオリニスト、ヨーゼフ・ランナーと、ワルツ合戦と呼ばれる、熾烈な競争を繰り広げたことで知られ、代表作には、ラデツキー行進曲やワルツ、ローレライラインの調べなどがある。生前は、ワルツ王と呼ばれたが、死後には、長男ヨハン・シュトラウス2世にその名は継承され、代わりに、 ワルツの父と呼ばれるようになった。音楽一家としてのシュトラウス家の子祖であり、次男ヨーゼフ・シュトラウスや四男、エドアルト・シュトラウス一世も音楽家になり、さらにはその子孫からも音楽家となるものが出た。1804年3月14日、ウィーンのレオポルト・シュタットのフロリアン通りで生まれる。父フランツ・ボルギアスはここで、居酒屋、生、フロリアンを経営していた。 幼い頃からヨハンは、その風貌から、ムーアジンガオというあだ名で呼ばれていた。ヨハンはこのあだ名を、とても気に入っている様子だったという。4歳の頃に、一家はワイントラウベン通りに転居し、新たに、良き羊飼いという居酒屋を開いたが、ヨハンが幼い頃に倒産してしまった。ナポレオン戦争とウィーン会議によって、オーストリアの財政は逼迫し、 社会は深刻な不景気に陥っていたのである。母バーバラは過労によって病死し、父フランツ・ボルギアスは借金区からドナウ川に投身自殺をしてしまう。孤児となったヨハンは親戚に引き取られ、製本屋に鉄地暴行をするようになった。ある日、ヨハンは方向先を飛び出して、近所に住んでいたポリシャンスキーという人物から、バイオリンの手ほどきを受け、流しの学士となった。 19世紀初頭には演奏家という職業は存在していなかったが、酒場や料理店には、リンツのバイオリン弾きと呼ばれたデカセギの学士が多くおり、田舎風の素朴なワルツを弾いていた。居酒屋の息子だったヨハンは、幼い頃から自宅で、学士たちの姿を見て育ったのである。家族が、ヨハンシュトラウス一世の幼少期について知っていることが、一つだけある。 居酒屋の2部屋の中の大きい方で、店の学士が演奏していたとき、少年ヨハンは、父親に見つからないよう聞くために、テーブルの下に隠れていたということである。4男、エドアルト・シュトラウス一世、改装15歳となった1819年、ヨハンは、ミハエル・パーマーの楽団に入り、3歳年上の、楽団員、ヨーゼフ・ランナーと仲良くなる。 二人は正反対の性格であったがすぐに打ち解け、共に下宿生活をするようになった。二人は貧乏だった頃、一つのタキシードを共用して演奏会に行ったと伝えられるランナーはバイオリン奏者であり、楽団ではヨハンも、また彼と同様、両者の死後に描かれたシュトラウスとランナー。右上の中央でバイオリンを演奏しているのがランナー、その二つ左の奏者が、 ヨハン学団員への給料を自身の飲食代に使ってしまうなどの行為を繰り返す。学団長パーマーに我慢ならず、兄弟子ランナーは独立を決意する。ランナーの勧誘に応じて、ヨハンもパーマーの元を離れて、ランナーの楽団に入った。パーマー楽団から独立したヨハンとランナーは、パーマーの楽曲を使えなくなったことから自分で作曲する必要に迫られ、 揃って音楽理論を勉強した。やがてランナーの楽団は、死、パーマーの楽団を超える絶大な人気を獲得し、出演以来に完全に応えることができなくなった。そのためランナーは楽団を二つに分け、楽団の片方をシュトラウスに任せるようになった。すると、ウィーン市民の人気は、ランナーではなくシュトラウスの楽団に集まるようになり、仲の良かった両者の間に暗雲が垂れ込め始めた。 町外れに住んでいたヨハンは、居酒屋の娘マリアアンナ・シュトレームと出会い、男女の中になる。やがて恋人アンナは妊娠し、それを機に彼女と結婚する。結婚のために昇級をランナーに願い出たが、拒否されてしまう。ランナーとの仲は、次第に険悪になっていった。またランナーは、シュトラウスの作曲したワルツを買い取り、自分の作品として交換した。 全く根拠がなかったわけではないが、シュトラウスの曲をランナーが盗作したとの噂が立つようになった。ヨハンの大ガロップを踊る人々ランナーとの対立が決定的となったのは、1828年にウィーン郊外の舞踏場ボックで演奏を行った時である。ランナーとシュトラウスは揃って演奏したが、どういうわけか激しい口喧嘩が始まり、やがてバイオリンの弓や譜面台や、 太鼓のバチが空中を飛び交う有様となった。二人の関係は完全にこじれ、シュトラウスは自身の楽団を組織して自立した。こうして世にワルツガ戦と称される両者の激しい競合が始まった。シュトラウスとランナーはウィーンで絶対的な人気を誇り、1829年にワルシャーからやってきたショパンはワルツガ戦の影に隠れて、 注目を集めることができなかった。最初の自作ワルズ、華麗なる大演舞曲をウィーンで出版することを望んでいた。ショパンであったが断念せざるを得なかった。この際にショパンはこう嘆いた。ヨハントランナーは、決別から3年後の1831年に仲直りをしたが、かつてのような心を開き合った交際に戻ることはできなかった。 ヨハンはヨーロッパ中の大都市に演奏旅行をするようになり、ワルツの人気はとりわけ西ヨーロッパを風靡した。1838年、ビクトリア女王の戴冠式に合わせて、ワルツが礼遇されていたイギリスへの演奏旅行を行い、イギリスでもワルツを認めさせたことは、ヨハンの大きな功績の一つである。1838年のシュトラウスについて、 ベートーベンの弟子であったエクナーツ・モシェレスは、真面目な、ロンドンの人々でさえも、ヨハン・シュトラウスの虜になっていると記録している。息子、ヨハン・シュトラウス2世のデビューコンサート新聞告知1843年、ライバルだったランナーが世を去り、主な舞踏会やコンサートをヨハンが独占することとなった。この時期からヨハンは、ウィーンの劇場新聞やベルリンの批評家などから、 ワルツをと評されるようになった。しかし、翌1844年には、自身の息子であるヨハン・シュトラウス2世が、音楽家としての活動を開始した。ヨハン2世は、父の影響を大いに受けて、音楽家になることを夢見ていたのだが、音楽家という職業が、浮草家業であることを知っていたためにヨハンはそれに、猛反対し、息子を無理やり総合技術専門学校に、入学させた。 しかし、ヨハン二世は夢を諦めきれず、大学を中退して、音楽の勉強をし始めたのであった。今では、息子のヨハンまでもが見よう見まねでワルツを作曲する気だ。まだとっかかりをうまくつかんでいないようだが、この分野では、お山の大将である私でさえ、何か親身のあるものを作ろうとすると、やけに難しいというのに、ヨハン一世が言ったとされる言葉ヨハンは、息子の行動に驚き、 そのデビューをあらゆる手段を使って妨害しようとした。ウィーン中の名だたる飲食店に圧力をかけて、コンサート会場を使わせないようにし、配下の楽団員には息子に味方することを固く禁じ、挙句の果てには新聞記者を買収して、息子の中小記事を書かせようとした。この年、ヨハンは妻アンナと離婚した。ランナーが死んで、ワルツ合戦は幕引きとなったが、 その翌年から今度はシュトラウス親子の競合の時代が始まった。1846年から47年にかけて、シュトラウス親子は同じオペラに基づく楽曲3曲をそれぞれ作曲した。これらはいずれもカドリーユであることから、カドリーユ対決と呼ばれる。ラデツキー行進曲、ピアノフの表紙へ1846年、ヨハンは宮廷部東海音楽監督に召し上げられた。 二年後の1848年3月革命が勃発した。宮廷舞踏会での役職を持つ身でありながらヨハンは革命側に組みし、自由行進局、学生連帯行進局などを相次いで発表した。自由行進局の初版ピアノフからは、それまで必ず自分の名前と共に併記した宮廷舞踏会音楽監督見識者の肩書きを外してスライル。ヨハンは、 市民の一員として、最小クレメンスフォン・メッテルニヒの抑圧体制を打破しようとしたのであった。しかし革命運動は次第に先鋭化してきて、革命の推進主体が市民から労働者へと変わっていった。彼らはメッテルニヒの抑圧体制を打破しようとするのみならず、君主制の打倒を目指していた。陸軍大臣、テオドール・ラトゥール伯爵が殺害されて街頭に吊り下げられるなど、 ウィーンはフランス革命後さながらの恐怖政治が展開される一歩手前まで来ていた。この事態にヨハンら市民は恐怖を覚えた。ヨハンはリベラルな体制を望んではいたが君主制の打倒を望んでいたわけではなかった。そのためヨハンはオーストリア帝国の英雄ヨーゼフ・ラデツキー将軍を称えるラデツキー行進曲を作曲し革命派からは 裏切り者呼ばわりされることとなった。この行進局のおかげで政府軍の指揮は大いに高揚し、ウィーンを革命から救ったのはヨハンシュトラウスであるとまで言われるようになった。ウィーン中央墓地にある墓所。この墓を王三角形で囲むように息子たち三人の墓がある。左隣にはヨーゼフランナーの墓がある1849年、前年の革命の影響で換算としてしまった。 ウィーンでは儲けが少なくなってしまったため演奏旅行で10年ぶりにイギリスを訪れた。この際にヨハンは1848年革命によって亡命に追い込まれていたメッテルニヒとロンドンで出会い彼の前でワルツを指揮した。ウィンナワルツを聞いて懐かしさに感激したメッテルニヒはヨハンの手を取って涙ながらに感謝の言葉を述べたという。このイギリスでの演奏旅行の時 ヨハンはしばしば体調不良を訴えた。彼はかなり衰弱していたのである。イギリスから帰ってきたヨハンは愛人エミーリエトランプ支手のもとに帰った。その時、エミーリエに産ませたこの一人が症候熱にかかっており、衰弱していたヨハンはすぐさま感染し、そのまま死んでしまった。この時、エミーリエはヨハンの遺体を置き去りにして、持ち運びできる財産をすべて持ったまま去った。 という話がまことしやかに語られているが、長期にわたる資産調査で、そのような事実は全くないと判明している。9月27日、ヨハンの棺は、シュテファン大聖堂で、性別式を行ってから、デブリング墓地にあるランナーの墓のそばに埋葬された。創列には10万人ものウィーン市民が参列したという。ヨハンの死後、シュトラウス学団は、ヨハン2世が継承した。 宮廷部東海音楽監督の役職は、フィリップ・ファールバフ派一世が引き継いだが、やがて1863年に、ヨハン二世が、さらにその後を1872年に読む男の、エドワルトが引き継いだ。ヨハン一世とランナーは後に揃って、ウィーン中央墓地に改装され、元のように隣同士で眠っている。ヨハンシュトラウス一世、ありがとうございます。